ダイエット中でも美味しいおやつ食べたいですよね。そのためには無添加のおやつが一番です。そこで今回私が選んだダイエット時におすすめの痩せるおやつ5選お伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ダイエットにおすすめ痩せるおやつ5選詳しくお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのおやつで痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目、ダイエットにおすすめの私がセレクトした美味しいおやつ5選お伝えしますね。では1つ目の項目です。なぜこのおやつで痩せるのということで、痩せるポイント2つあります。1つ目、このおやつどれも材料があなたの腸内環境を整えるのにすごく有効だからになります。とってもポイント、要するに痩せたければ痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類を増やす、元気にする、そしていつまでもあなたの腸内に住み着いてもらう、もうこれが大前提なんですね。そのためには日頃のおやつでもこういった力があるものを食べればいいわけです。そして2つ目のポイントはこちら、無添加のおやつを選ぶことです。いくら痩せる食材できていたとしても、その原材料が添加物が入っていたら元も子もない。なぜかそんなものを食べると、あなたはいつまでたっても甘いものや脂っこい、要は太るものがやめられない、止まらないになってしまうからなんですね。例えば添加物何って思いませんか？代表的なのはこの人工甘味料です。なんとですね、甘さは砂糖の数百倍なんですよ。なのにカロリーが低いということは自然界のものではないんです。そうすると脳が混乱してしまって、より甘いものが欲しいってなるわけですよね。じゃあどうなるか、危険性です。あなたは甘いものがますます食べたくなるし、満腹中枢の反応が鈍くなってしまう関係が出てきます。そして結果中毒性だったり味覚障害が出てきてしまうから、いつまで経ってもいけないって頭で分かっているのにもかかわらず、やめられない、止まらないってなっていませんか？もしそういった反応が終わりだったら、もう確実に添加物を取り過ぎていらっしゃるっていう可能性があります。そしてもう一つ注意なのが、例えばおかきとかポテチとか、そういったそのスナック系ですね、おつまみ系によく入っているのがこちら、化学調味料って書いてない、その代わり何て書いてあるか、これです。原材料名見てくださいね、おやつを買うときに。調味料かっこアミノ酸等と書いてあるのが実は化学調味料のことになります。もういろんなものに入ってますから、ぜひですねおやつを買うときは裏を見ていただいて、これ入ってないかなってチェックしてみてくださいね。でこういった食品添加物いっぱい取ってしまわれますと、ここですね、腸とか肝臓がめちゃくちゃ疲れるんですよ。分解するのにはぁってまたかってなるわけですよね。そうするとどんどんあなたは疲弊していきますね、内臓が。そうすると食べても食べても消化吸収できなくなっちゃって、食べてるつもりでも実は栄養不足に陥ってるっていう方も多いんですよ。ここはとっても注意していただきたいポイントになります。では2つ目の項目です。私が選んだダイエットにおすすめの痩せる無添加のおやつ5選ということで、今回はカルディさんで見つけてきました。もう楽しみに、もうめっちゃ美味しいですから。でね、まず1つ目からねご紹介していきますよ。それはこちらです。ハーブミックスピスタチオということで、これ見えますでしょうか、原材料名。ピスタチオ、ローズマリー、オレガノ、タイム、食塩、オリーブオイル、完全無添加、しかも材料がもうめっちゃ美味しそうでしょう。ということで早速ね開けてみたいと思います。ここにね説明してあるんですよ。これね、香ばしく旨味のあるピスタチオに、先ほどお伝えしたローズマリーとオレガノとタイムミックスの味付けっていうね、しかもオリーブオイルですよ。皆さんこれ腸内環境ね整えるオイルですから、もうぜひ安心して召し上がってもらいたいなと思います。ということでチョキンと、じゃじゃーん、うわーやばいです。これ見えますか、もうこのねローズマリーとオレガノタイム、なんて言うんだろう、イタリアンですね簡単に言うと
イタリアンっぽい香り。あー、いい香り。いただきます。結構入ってますね。これ何グラムかな、一袋あたり何グラム書いてない。あった、40グラムだ。ちゃんともちろんね、こう殻付きで入ってるんですけども、もうめっちゃ香りがいい。もうイタリア料理みたいですね。ちょっといただきます。よいしょ、ちょっと割ってみました。ほい、結構大粒なピサチオですね。いただきます。もうめちゃくちゃ美味しい。あのワインとかに絶対合いますし、お子様にもこういった本当に自然のものすっごくいいと思います。あの夏系はですね、とにかくロカボといって低糖質なんですよね、うん、なのでもちろん脂質はねちょっと高めだから食べ過ぎは NG ですよ。これもうやばい、止まらない味だから、もう必ずね、あの何粒か出してあとはしまうという風にされた方がいいと思うんですけども、これ本当にめちゃくちゃ美味しいですね。そんなにね塩気もないですし、味が優しい。ぜひ量に気をつけながら召し上がってくださいね。では2つ目の痩せる無添加のおやつはこちらです。じゃーん、味自慢ドライ納豆。日本の伝統食品である納豆をフライ製法により手軽に食べやすくしました。ポリポリとした食感で旨味が感じられる優しい塩味、国産大豆 100% ということで、読んでましたがこちらですね。モヘジさんが出していらっしゃるドライ納豆の薄塩味ということで、もちろんこう納豆、大豆、国産ですね。そしてパーム油、食塩、酵母エキスということで、こちらちょっとね食べていきたいと思います。でこれ便利、ジッパーがついてるね、ちゃんとこのまま保存ができますね。さあ楽しみですね。もう本当納豆、大豆がいっぱい、じゃじゃじゃーん。さあどうでしょうか。なかなか袋が開かない放送事故。ちょっと待って、もうちょっと深く切った方が良かったのかな。よいしょ、多分これ大丈夫、うん、ほら開いた。さあまず香りは、おお、やっぱ納豆だ当然ですけど、納豆と塩味やね。ちょっといただきます。結構ね、あ、かわいいコロンとした大豆。まあ、納豆の小粒の納豆の大きさですよね。見えますか。いただきます。お、優しい味、うん、あの意外にもこう納豆の臭みがない。だから納豆の匂い、香りが苦手っていう方もこれ全然気にならないのと、どちらかというとあの大豆を、ね、豆まきの大豆ありますよね、あの大豆を食べているような感じですね、うん、しかも、ね、優しい塩味が全然きつくない。これはもうあのお子様のおやつにもぴったりですね。もうぜひ召し上がってください。一袋あたり 40g 入ってるんですけども、エネルギーがね 190kcal なので、まあだいたい半分ずつぐらいの量で召し上がるといいと思います。では3つ目の無添加のおやつはこちらです。じゃーん、松の実ですが、生松の実になります。あのこれ松の実ってですね、まあ、薬膳料理とかでもトッピングに使われたりとか、めちゃくちゃ体にいいですよね。でしかもやっぱりあの栄養価が高いプラス、これタンパク質がすごく取れます。なので、これね一袋あたり 45g 入っていて、栄養成分表示見ますと 100g あたりのタンパク質量が 15.8g ですよね、うん、あと脂質がやっぱりこうナッツ系でですね、脂質が高いです。ロカボといって糖質は低めなんですけれども、脂質が高めなので、これもねあのポリポリ美味しく食べれちゃうんですが、食べ過ぎには注意してくださいね。ということでちょっと早速いただきます。さあどうだろう。あ、やっぱ可愛いですね。もう松の実、しかも生松の実ですから、ちょっと気になる。見えますか。すごいなんかお米の粒ちょっと大きい感じですね。ちょっと2粒同時にいただきます。すごい、これやっぱ生なのでなんかフレッシュですね。なんかナッツだけどすごいフレッシュです。でちょっとこれやばい、
美味しいからポリポリポリって食べてしまうので量には気をつけてくださいね。低糖質、太る糖質は低い目なんだけれども脂質は高いので気をつけていきましょう。めちゃくちゃ美味しいです。あのサラダのトッピングとかスープとかに入れてもめっちゃ美味しいと思います。おすすめです。では4つ目の無添加のおやつはこちらです。じゃーん、クリスピーガーリックチップストムヤム味。これ前ですね、この黄色いパッケージの方で私は確か塩味とか、あ違う違う、ニンニクと米油だけだ、あのプレーンな味もお伝えしてるんですけども、なんと今回見つけちゃったこのトムヤム味、うん、もちろん原材料名見ていただくと無添加です。でこれがポイントが、やっぱ赤唐辛子がね入ってる。しかもレモングラスとか、あのカフェアライムの葉とか、こう要は香辛料系ですね、入ってるので、ちょっとすっごい楽しみで買ってきました。ちょっと開けてみますね。あのもちろんガーリックと、まあ、要はニンニクとね米油だけでできた、この同じあの会社のガーリックチップスのそのプレーンの味も美味しかったですよ。あの特に、まあ、そのままポリポリも美味しいんですけども、サラダとかにね振りかけてもめっちゃ美味しくって食べてたんですけど、すごいすごい、もうちょっとめっちゃくちゃトムヤムナのスープの香りがする。すごいスパイシーです。あこれやばい、もうちょっとこのままいっぱい食べてしまうと思うので気をつけてください。すっごい美味しそうな匂いがする、香りがすごい。いただきます。うん、あの香りだけだとなんかこれしょっぱいのかなって思ってたんですよ。味が甘じょっぱい、美味しい。これはもうこれを、まあ、このままもちろん食べても美味しいんですけれども、あのぜひサラダとかスープだって、これね書いてあるもん、やみつきテイストって絶対やみつき、これ気をつけてくださいね。まあ何でもそう、美味しいものはね食べ過ぎてしまうので、そうするとどんなにいいものもねカロリーオーバーなってしまいますから、ぜひ料理に気をつけながらこれも上手に、でこのチップス使ったレシピとか皆さんもしこれにかけて食べたら美味しかったとかあったらコメントくださいね。お待ちしてます。ではラストの無添加のおやつはこちらです。じゃーん、有機栽培の乾燥したデーツです。デーツのフルーツ、まあ、ドライフルーツになりますよね。でこちらはですね、有機 JAS 認定の種抜きのチュニジア産のデグレヌアデーツですって、こういったねデグレヌアデーツってまあ品種になるわけですよね。有機デグレヌア種って書いてある、有機栽培オーガニック、もう私が大好きなオーガニックですよ皆さん。要はね無農薬で安心安全の食材ってことですよね。でもこれ皆さんデーツ召し上がったことある方お若いですよね。もうあの黒糖のようなもう深い甘みの、まあ、私の感覚で言うとあの練り羊羹みたいですね。中には干し柿みたいという方もいらっしゃいますけど、もう要するにですね濃厚で甘くて美味しいんですよ。でしかもこれ有機栽培なのでもうめっちゃ楽しみ でここにはですね程よい甘みとしっとりした食感が特徴、ナッツとかチーズを挟んだら美味しいんだって、これ絶対美味しいに決まってる。刻んでサラダのトッピング、煮込み料理の隠し味、あなるほど、確かにあの煮込み料理、まあ、お肉とかスープとかそうなのにカレーとか入れたら美味しいでしょうね。あとお料理のソースなどにも使えるそうです。皆さんバリエーション豊かなのでぜひですね、私はこのまま食べるのが一番好きなんですけど、まあ、バリエーションでね、例えばナッツ、先ほどお伝えしたこのナッツに挟んでみるとか、あの私はねチーズもあの生乳と食塩のみでできた無添加のチーズは、あの乳化剤が入っているのはダメですよ皆さんね。生乳と食塩のみでできている無添加のチーズで、これを挟んで食べたらめっちゃ美味しい。多分この味だと、あの無添加のクリームチーズとかカマンベールチーズとかに挟むとめっちゃくちゃ美味しいと思います。結構大きな品種ですね、見えますか、まあ、よくあるデーツよりも色が明るい、あの黄色がかってますね、うん、普通もうちょっとあのプルに似たような色の
見かけるんですけど、これすごくこの品種はめっちゃ黄色いですね。見えますか？いただきます。丸ごと、もう今まで食べてきたんです、いろんなデーツ。私今まで食べた中でこちらが一番皮が薄くて柔らかいですね。しかも甘みもめちゃくちゃ、そんなに甘みがこう控えめな方だなって思いましたね。今まで食べたの方がもっと甘かった気がするんですけれども、これはいいですね。なので、まあ、1日そうですね、1粒2粒ぐらいで召し上がっていただくとちょうどいい量になると思います。なんといっても食物繊維が豊富、だからお腹すっきりデトックスになるおやつですし、何よりもこれめっちゃ栄養がありますから、普通の添加物たっぷりの栄養がないものを食べるより、ご自身もそしてお子様にもこういったね、無添加のいいものを食べていただきたいなと思って選んできました。ぜひご参考にしてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は私がセレクトしたカルディさんで選んできました痩せる無添加のおやつ5選ということで、実際に試食させていただきまして皆様にシェアしました。もうどれもめっちゃくちゃ美味しいです。なので食べ過ぎには注意してくださいね。さあ、この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますと、もうとっても励みになっております。ありがとうございます。そして実際食べてみた、飲んでみたって、こういったね感想ですね、コメントにどんどんいただけますと、もうとっても嬉しいです。一つ一つ大切に拝見させていただきます。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。